いやーオープン気持ちいい。こんな時期だけどオープンしましょう。はい、こんにちは、カタリストです。 S6 で浜名湖を走っております。浜名湖走ってるわけじゃない、浜名湖周辺を走ります。浜名湖見えた。そうね、 S6、まあ、このカメラの位置だといいと思うんですけどドライバー視点からするとね、結構低いのでガードレールとかが高いと景色が見えねえっていうのは実際ありますね。お、でかい、なんだこれでかい酒瓶がある。酒瓶なのかな。おー、湖、わ、すげえな、ここ本当浜名湖だな。レイクタウン湖西トンネルだ。それでもね、今日はバッテリー問題がなかった、克服してた分一発撮りで全部いけたんで、 GoPro 経由のなんかそんな捨てたもんじゃないなという感じですよね。画質いいままね、アーカイブはもちろんサーバー上には残るんですけど、画質いいバージョンのデータを一緒に保存してくれるので、後で編集で使いやすいっていうのもありますね。まあ4K にあえてしてないですけどね。頑張れ頑張れ。これは競艇場が左らしいです。浜名湖ボート、あ、これがあれか、旅に籠や旅か、そういうルートイン的なやつね。で、まさに浜名湖の上を走ります。カメラがどのぐらいまで捉えてるかわかんないですけどね。右が海、左が湖って感じのとこですね。浜名湖の地図上でいうと一番太平洋側のところを走ってます。長くないんだな、下手な川より短くないかい。でも、もう一回あるのか、いや、ないな、もう。これはもともとは三角巣みたいなとこなのかな、陸だったのかな、埋め立てじゃないよね。詳しい方ね、もしいたらあれですが。しまった。あれ、なんであんな踏んだんだろう。1速じゃなくて3速スタートだったかなと思って、閉まったって言ったんですけど、閉まってなかった。おお、あ、でもこの辺も、あ、そうそう、この今から見えてくる松並木が記憶にありますね。まあ、この辺はうなぎの養殖も多分盛んなんだと思います。その辺にある湖の中にあるなんか生けすみたいのは多分そうですね。浜名湖のうなぎ、アクセル、
そうそう、軽トラのおじいちゃん並みのあーんってね、やっちゃったよ。そんな予定はなかったんです。いやでもまあちょうど気持ちいいですね。もうまあさっき花粉のことは忘れたんで、それを黄砂な花粉を気にしなければ気持ちいいですね。夕日を浴びながらのオープンドライブ。走ればね、走れば吹いてるから、ここ気持ちいいですね。おまわりちゃんがいなきゃ踏んじゃいますね。なんか左右の雰囲気というか、この木の具合がアウトランみたいなんですね。あれはぶつかる、ぶつかって自分がダメになっちゃうやつです。これ完全に湖の上。ヘッドロが走ってて、この車間ですからスピードはね安全なのは分かると思います。お、風力発電ですか、何ですかあれは。プロペラ型は見たことありますけど、あれは生で見たのは初めて。 SF っぽい。ここ俺来たことあると思うな。名前違う前。